フランシス・エドワード・ベイチュはよく知られたユニテリアン主義の牧師であった。ベイチュは父の経営する学校に通いながらバーミンガム市のオルガニストであったジェームズ・スティンプソンとバイオリニストのアルフレッド・メロンについて学んだ。彼は1846年のバーミンガム市の祭りでバイオリンを弾き、1849年にはロンドンに出てウィリアム・スタンデール・ベネットに詩宿し、作曲を学んだ。 この関係は3年間続くことになる。1850年10月に、米中はゴードンスクエアの諸生徒協会のオルガニストになった。ベネットの下で研鑽を積む一方、彼は多くのピアノ曲とともに、競奏曲、演奏会用、助曲、二つのオペレッタ、弦楽師重奏曲、ピアノ三重奏曲などを作曲した。彼は1851年1月21日に、 ヨークシャーのキー3において演奏家としてデビューした。1852年1月に未出版の自作のピアノ競争曲からアレグロを弾いた際には、ヘンリー・コールレイが我々が米中史ほどにその登場を待ち望んでいたイギリス人はいないと述べている。1851年に米中はロンドンに移り住み、メロンと共に暮らし始めた。1852年には、 アディソン・ホリアー・ルーカスとピアノ商品を作曲する契約を結んだ。ベーチュはこうした作品をかなりの数作曲している。そのような作品の一つについて彼自身はこう書き残している。私は華麗なギャロップ・ギャロップ・ディブラ・ビューラをソナタより早く書き上げていたことを白状せねばなりません。ソナタは印刷されたもののアイデアが全く浮かばないために 草いのように棚に寝かされたままになっていたのです。1853年にベネットの勧めに従い、ベ中チはライプツヒに場所を移して修行を続けることにした。彼はそこでモーリッツ・ハウプトマンに指示し、当時ありがちであったベルリオーズ、リスト、ワーグナーへの偏見に染まったが、リストやワーグナーの信頼のおける第一人者になったことと交代賞である。ドレスデンを訪ねた後、 彼は1855年2月にパリ経由でロンドンに戻った。彼は1855年のバーミンガム市の祭りに参加し、いくつかの地元の新聞にその公表を寄せている。その後、彼は深刻な結核の欲しさに苦しみ、数年にわたり療養を余儀なくされる。医師の勧めで、米中は1856年にアルジェに赴く。 3月28日にはその地で演奏会を開いている。彼はパリ経由で6月にライプツヒに到着し、その後ドレスデントウィーンを通ってその年の12月にローマに至っている。健康状態が再び悪化したため、1857年6月に帰郷した。彼はその冬をトーキーで過ごし、1858年2月にはそこでの 演奏会で成功を収めている。バーミンガムに戻った後も彼の病状は進行した。彼は音楽との最後の別れとなる演奏会を8月5日に開いて3週間足らずで24歳で没した。米中が創生したことを考えれば彼が残した作品はかなり多いと言え、最良のピアノ30奏曲は長い間高い評価を得ていた。二つのオペレッタ。 一曲のピアノ競争曲、多くのピアノ商品や歌曲も彼がいかに有望な青年であったかを示している。彼の弟であるウォルター・ベーチュはピアニスト、指揮者として成功を収めた人物である。二人の兄弟の伝記が妹のコンスタンツェ・ベーチュによって音楽家兄弟ブラザー・ミュージシャンズの代で表されている。ありがとうございます。